830チャンネル、はい、じゃあ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 、はい、ということでございまして、今回は質問にお答えするのコーナーね。いつもね、あのいろんな芸人さんのパロディを毎回やらせていただいておりますが、はい、まあ、質問コーナーにお答えするということで、はい、今日はちょっとお休みでございます、ここだけを楽しみにされてた方はすいません。いないです絶対いないです。一人もいない。一人もいないと思います、ね、楽しみにせえよ。絶対早くされてるやんか俺もやってんねんけど、はい、ね、今回はですね、はい、ちょっとあの僕の大好きなアラン、こんだけ揃いましたよ。いやーすごいっすね。あー、はい、マクリムーア、マクリムーア10年、はい、ほんでこれワインカスクね、ポート、アマローネ、ソーテルヌ、ウォーターカスク、シェリー、ほんでノルウェー限定の9年、はい、ね、こんなね、大好きなアランに囲まれたらね、わしは幸せやと思って今日はですね、ちょっとソーテルヌを飲みながら、はい、皆さんの質問にドッと答えていけたらなと思います。トークコーナーでございます。トークコーナーですね、はい。まあ、ちょっと最初これ質問ではないんですけど、はい、サボテンの国王丸の育て方、はいはい、注意点についてのそのショート動画を上げた時に、はい、あの水やりですが、はい、風間さんが半年に1回でやってると言ってたんですけど、はい、半年に1回だとさすがに根が枯れます、はい、成長点付近に動きがなかったらまずいです、根が枯れても外見が変わらないのはよくあることですのでお気をつけください。なるほど。まあそうですね、確かにあの半年に1回ぐらいって言ってたけど、はい、まあ、はい、もうちょっと水やりしてたね。あ、実際は、うん、ちょっと持っちゃった、うん、でもほぼそれぐらいしか俺水与えてない。あ、それでも全然大丈夫、うん、こまめにやるよりかはお水やるときとやらないときしっかり分けてやった方がいいかなというイメージかな。はい、なるほど、はい、で、また植物なんですけど、うん、はざまの植物最新コレクション、はい、また2回目の紹介のやつですね。はいはい、バリーな、あ、バリー、はい、はい、アレニアバリー、いくらしたんだろうっていう。なるほど。まあ値段言うとあれやからあれやねんけど、はい、iPhone のカーフサイズ買えるぐらいこれのここだけ僕が買えるかなぐらいのなるほど。まあ大体想像つく、大体想像つくでしょ、はい、まあざっと言うと、はい、そんな感じかな。なるほど、うん、あとですね、その狭間の植物植え替えのやつですね、はい、今度ベアルートの発根チャレンジもやってほしいですって書いてますけど、いやまあ発根むずいよね。でも僕はやったことないので。あ、そうなんですね。うん、まあ、自然にね、あの根生えてない状態からもう鉢に植え込んで、はい、あの根を生やすことはできるんですけども、はい、それはちょっとやらへんきっぱりやりません。うん、やりません、はい、やりませんか、やれません、ね、やれません、うん、はい、まあ、そういうことですね、はい、次はあのコーヒーの動画で、あ、コーヒー、はい、はい、その新たなルーティンドリップコーヒー紹介の時のレシピなんですけど、はい、コーヒー豆屋さんのレシピですかっていう。あー、そうね、多分あの時まだカリタでやってたから。あ、そうですね、はい、豆屋さんのレシピですね。あ、そうなんですね、すごい、これ分かる人いるんですね。あ、でもすごいですね、はい、で、はい、僕の場合は3パターンあって、はい、カリタは豆屋さん、はい、で、塩水は神保町のグリッチさん、あ、はい、で、河野、はい、まあ、塩水よりも若干遅いけどカリタほど遅くないっていう、その抽出のね、スピードね、はい、その河野がアシッドコーデさん。あ、うん、なるほど。そう、それぞれの秒数が全然違うんですよ。だから、はい、そこのお店で買った豆はそこのお店の秒数とドリッパーで従ってやってるっていうんですね。分けてるんですね。分けてますね。だからもうたまにね、もうほんまにもう寝ぼけて作ってる時、はい、全然違うドリッパーで全然違う分量になってるから、うん、その時地獄、せっかくの美味しい豆がってなる。もったいないって。もったいない、うん、でも使い分けてますね。なるほど、はい、で次あのコーヒーに合うお菓子トップ3のやつで、はいはい、懐かしい、懐かしいですね、うん、どこでも買えるやつで合うお菓子はありますか。コーヒーに合うお菓子、結構なんていうんですか、ここ行かないとみたいなお菓子を結構紹介してたじゃないですか。はい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 、本当どこでも買えるようなやつでっていう。もうそんなこと言い出したら、はい、ブラックサンダーちゃうんかコーヒーにですか。まあ合いそうですけど、ウイスキーもブラックサンダーめちゃくちゃ合いましたし、ね、もうウイスキーにもブラックサンダーがめちゃめちゃ合うんだから、ブラックサンダー舐めたらあかんよね確かにそうですね。あのコスパで、はい、あのうまさで合うんやから、はい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 、すごいよね、よう考えたらね。確かにですね。え、
10円か30円かそんなんでしょ。もうほんとそんなもんだと思います、ね、そうでしょ、はい、もうぜひちょっとブラックサンダー試してみてくださいよ。はい、うん、次ですね、またちょっと植物に戻っちゃうんですけど、うん、こだわりの鉢はどこで見つけて購入されてるんでしょうか。こだわりの鉢、はい、基本的にはインビジブルインクさんの鉢、はいはい、あとは鉢ラボさんっていうところの鉢、はい、あとボタナイズさんとこの鉢、はい、が僕は多いかな。ネットで買ったりするんですか。ネットで、まあ、抽選で買えたりとかっていう感じなんで、あの常備置いてる鉢としては多分手に入らない。あ、そうなんですね。そう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 。あとその植物を置いてる白い網棚はどこのブランドのものでしょうか。はいはいはい、これもね結構ね質問多いんですけど、はい、ライズワークスさんっていう会社で作ってる作品なんですよ。アイアン家具なんですけど、だからライズワークスアイアン家具って売ったら多分出てきますんで、インスタとかでもねいろんな商品をね作って紹介して販売してるんで、はいはい、もしよかったら一回そこで調べてみて連絡取ってみてはいかがでしょうか。なるほど、はい、あとはですねコーヒーにまた戻っちゃうんですけど、はい、いつも楽しく拝見させていただいてます。ジュニアさんのとこへコーヒー届けに行ってほしいです。ジュニアさんもコーヒー好きなのでお話し合うかなと。お話に聞いてたんですよ、ジュニアさんコーヒー好きという。あ、そうなんですか。まあ、大輔さんは一回来てくれましたけどね、宮川大輔さんは、はい、で、まあ、佐田さんも来てくれましたかね、はい、だから次こっちから行くっていう風に関しては、はい、まあ、ジュニアさんのところに行って作ってみたいっていうのは もちろんありますし、はい、でこの間ねあのノンスタイルの石田さんにコーヒーを作ってて持ってったんですよ、はいはいはい、で石田さんがそれずっとね動画回してくれてたんですけど、はい、ツイッター、インスタ、YouTube でどれ見ても流れてないんですよ。それが撮ってくれてたの、あれどこで流れてんの撮っただけですか。いやずっごいニヤニヤしながら撮ってくれてて、はいはい、で俺がそこであのエルパライソ農園で作られてるライチの味がするんですよって本当に YouTube を撮ってるみたいな感じで、はい、あの紹介してたんですけど、はいはいはい、どこにも載せてないんですよ。載せてほしい確かにほんまに。だからあのそれ確認取れてないから今度ね石田さんのところにねコーヒーを改めて持っていこうかなと、はい、あ、なるほど。もう載せてくれないからこっちで動画回しますってだからちょっともうまずは最初のノンスタイルの石田さんのところに行こうかなと思ってます。はいはいはい、はい、あとまあ最後の質問ですね。最後もおはようございます。私も佐田さんのところから来ました。はい、室内管理だとサーキュレーターは必須なんでしょうね。はいはい、あと照明ですが佐田さん家は ADA のソーラーを使ってました。はいはい、小沢さんがお使いの照明がどんなものかを紹介してほしいです。はい、あの僕が使ってるライトは、はい、植物用 LED ライトっていう名前で、はい、だいぶ遡っていくとその紹介してる動画あるんですよ。あ、そうなんですか。あ、うん、あ、紹介してたんですね。紹介してんねんもんそれで見ていただけたらと思いますね。なるほど、はい、植物用 LED ライトなんてあるんですか。あ、ね、あ、ね、もう植物にとってすごく都合のいいライトがあるから、はい、5年前に住んでたマンションで日当たり悪かったんですよ。はいはいはい、だからライト買ったんですよ。なるほど、なるほど。でライト買ったんやけど引っ越ししたらもうガラス張りなんで、はい、日当たり良すぎてライトいらなくなった引っ越ししてライトいらんくなったやんけと思ってたら、はい、ガラス張りで植物置いてる向かい側にものすごい高い高層ビル建つんですよだからガラス張りやけど日陰になるから結局ライトいるんですよ、じゃあまた戻すんですね。また戻しますただ悲しいのはガラス張りで日陰は寒いぞ冬大丈夫か狭間ということでね、それも含めてちょっと今度動画回そうと思います。ああ、いいですね。はいはいはい、はい、まあ、コメントはこれでとりあえず以上でしたね。わかりました。ウイスキーに関しては1個もなかったですね、うん、いやウイスキーくれウイスキーくださいお願いしますよ。はい、はい、まあということでね、まあダラ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 喋ってきましたけども、はい、まだ質問がぐっとたまればね、はい、また1本でお届けするという、はい、いう形にしたいと思います。はい、ということでじゃあ最後、はい、モノマネします。登場人物がやたら多い話をしてお会計して帰るお店の常連さん、あ、そういえばねこの間ねあの僕ね日本酒の居酒屋さんに行ったんですよ。そしたらそこのオーナーさんのお父さんの妹が秋田出身で、で僕も秋田出身なんですよって言ってたらその妹さんの弟さんが僕と同じ大学だったんですよ。だからあのもしよかったらあの今度一緒に行きましょう。あ、またねそこの料理長の弟さんがあの僕と同じ秋田出身だったんですよ。じゃあ思い切って帰ります See you soon 誰がわかるっす。